バンコマイシン体制長級菌は、バンコマイシンに対する薬剤体制を獲得した長級菌のことである。人間に病原性を持つ長級菌には、エンテロコッカスフェカリスエンターコーカスフィキャリスとエンテロコッカスフェシウムエンターコーカスファイシアムがあり、フェシウムはもともとほとんどの抗生剤に体制の菌種であるが、いずれもバーとして出現している。そもそも、 超級菌とは人間や動物の腸内に存在する常在菌の一種であって通常の健康体ではこの超級菌が感染症を引き起こす原因となることはないが何らかの病気にかかって免疫力が低下している状態では心内膜炎や排血症、尿路感染症などを引き起こす可能性があるこうした場合の治療には 感染に対して有効な抗生物質が投与される。長球菌はもともと多くの抗生剤に耐性があり、その上免疫力の弱った患者にしか発症しないことから、バーではない長球菌による感染であっても、排血症などを発症した場合の死亡率は17から51%に上る。しかしながら、 バンコマイシン体制超球菌は、バンコマイシンに対して、すでに体制を獲得した、超球菌のことであるから、バンコマイシンの投与は無効であるか、もしくはその効果を期待することが困難である。バンコマイシン体制超球菌感染症はさらに、重症な疾患と化している。バンコマイシン体制超球菌が出現した背景には、家畜飼料への抗生物質の大量投与が大きく、 関わっているとされている。具体的には、バンコマイシンに似た性質を持つアボパルシンという抗生物質が飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界的に長年にわたって家畜飼料に添加されてきた。このため、家畜は大量の抗生物質を摂取することになって、自然とその体内にいる菌が抗生物質に抵抗力を持つようになったと考えられている。 耐性菌は飼育業者を介して経口感染し、その感染者が治療のため病院でバンコマイシンを投与されるに至って初めて耐性菌が登場したと解されている。日本では上記背景から家畜飼料に抗生物質アボパルシンを添加することが禁止された。厚生労働省は食肉のバー汚染実態調査を実施している。現在日本で認可されている。 治療薬は、オキサゾリジノン系抗生物質であるリネゾリドと、ストレプトグラミン系のキヌプリスチンダルホプリスチンである。通常の超吸菌には、効果のあるアンピーシリンやバンコマイシン、ニューキノロン、カルバペネムなどの薬剤には抵抗性を示す。ありがとうございます。